本日も茂木さんにお越しいただきました茂木さんよろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちはそしてこんばんは徳永茂です、えー、本日もよろしくお願いをいたします茂木さん本日はどのようなお話をしていただけますかえリスナーの皆さん今回は2月の1日からスタートをいたしました移動市役所をテーマにお話をさせていただきます移動市役所ですかこれ一体どんなサービスなんですか え移動市役所といいますのはマルチタスクの車両を活用させていただいて住民の方がアクセスしやすい場所まで、まあ、車が訪問しましてねえ行政サービスを届けるという移動型の行政サービスなんですよ。では、まあ、日用品品や食料のの移動販売者ってありますけどその 市役所版のようなイメージでいいのかなと思いますが、うん、この移動市役所が導入された経緯について詳しく聞かせてください、えー、今治市は平成十七年の市町村合併で十二の市町村が一つの大きな今治県になりましたよね、えー、島もあって海も,海もあってそして中山間地域もある、まあ、非常にこう多様な地勢っていうのが魅力的なんですけども一般的 一方でどうしても交通的に不便であるというふうにも言われておりまして移動手段を持たない、まあ、お年を召された方々や、まあ、幼い方々にとってはね、えー、生活に必要な手続きが簡単ではないよねというな悩みをお聞かせをいただいておりました、まあ、そうした地域課題を解決するために、まあ、今回導入をさせていただいたサービスが移動市役所なんですよ。 特に当初部や山間部では高齢化が進んでいます免許を返納されたり公共交通機関の路線廃止もありますまあ、交通手段を持たないお年寄りなどの交通弱者が増えているんですがまあ、そんな方のために登場したのがズバリこの移動市役所というわけですね その通りです市民の皆さんが市役所まで行かなくてもこの車両まで来ていただければねオンラインで接続することで市役所の本庁や支所各種の相談や申請をしていただくことができるんです。なるほど 車が各地を訪問してその車両の中で行政サービスが受けられるようになっているということで,で、まあ、ちなみに移動市役所はマルチタスク車両をというお話ですがこれはどんんなな車なんですかマルチタスクの車両は後部座席を取り外して場所や向きを変えたりテーブルを設置できるなど行政サービスに応じたレイアウト変更を 工具を使わずにに自由に行える特殊なな車両なんですよでまた車内におきましては 100V のコンセントや USB ポートの電源モニターなどを装備しておりまして移動先の車両内でオンライン相談や住民票の交付などに使用する電気機器の利用が可能なんですね。 でこのマルチタスクの車両を開発・提供していただいたのがモネテクノロジーズという企業なんですよ1月の28日に、えー、今治市の合併20周年の記念事業のオープニングイベントの際にお披露目をさせていたただきました机や椅子のレイアウトが変更できて電源も備えている、うん、マルチにいろんな使い方ができそうですよね。 さてこの移動市役所で利用できる行政サービスが気になるんですがこちらいかがですか利用可能な行政サービスはオンラインの相談証明書の交付マイナンバーカードの新規申請ですまずオンラインの相談ですけども令和5年の3月から稼働しております本庁司書館のオンライン相談システムを 移動市役所の車両内にも設置をしておりますこれによりまして車両の中から本庁の税や福祉などの12のセクションの担当課職員とオンラインでまさにテレビ電話のように顔を見ながら相談ができるんですね。 手元のの書類をモニターにしながらの相談も可能です日常生活のお悩み事などをお聞きをする市民が真ん中相談センターや地域の支所にある住民サービス課ともつながることができるんですよ。なるほど、まあ、本庁の税や福祉などの担当部署、まあ、支所とも車両の中でテレビ電話のように顔を見ながら相談できるということですね。 顔を見て話せる安心感とそして手元の書類をモニターに移すことで具体的に示しながら相談できるっていうのがいいでですよねそうでしょう、うん、え次に証明書の交付なんですけども住民票と印鑑登録証明書をその場で受け取ることも可能です。 最後にマイナンバーカードの新規申請なんですけども無料で申請用の顔写真の撮影もさせていただきます。えー、この機会に申請したいといいとう方は是非ご利用ください、まあ、顔写真用意するために時間を取らないといけなくて間に合わないなんてこともあるのかなと思うんですが、まあ、その場で撮影してくれるっていうのは、ね、大変助かるなと思います。 では茂木さん、移動市役所の運行スケジュールが知りたいんですけれども、その場合、どこを見ればいいですか、えー、もうすでにですね、市所地域の集会所など、市内の17箇所を定期的に訪問させていただいておりますし、皆さんも多分ご存知の方がコンシェルジュとして、えー、活躍をしていただいております。えー、2月月のの訪問スケジジューールは広報今治2月号の12ページや 市のホームページにも掲載をしておりますので確認をください3月以降の訪問,訪問スケジュールにつきましても順次広報や市のホームページに掲載をさせていただいて皆さんのところに利用お知らせをさせていただきます利用したい場合予約が必要ですか全く必要ありません 移動市役所にお越しいただいて利用したいサービスをおっしゃっていただければ車両に乗っているコンシェルジュの方がサービスのご案内をさせていただきます自宅近くに移動市役所が来た時にはぜひお気軽にお立ち寄りをください茂木さん、そういえば昨年の秋ごろでしたかね、まあ、わざわざ市役所まで行かなくても手続きが可能になる手のひら市役所というのも紹介いただいたかなと思うんですが。 えー、よく覚えていただいておりまして嬉しいです、えー。手のひら市役所は昨年の10月の3日からスタートをしておりましてね、えー、スマートフォンやパソコンからオンラインで、えー、各種証明書の交付申請や 手続ききがででる仕組みのことなんですね、えー、お手元のスマホからいつでもどこでも市役所へ電子申請ができる手のひら市役所こちらも大変便利だというふうに言っていただいておりますのでどんどん使ってください。 でも、やっぱりそういうのは苦手だなぁとおっしゃる方、えー、直接、職員とお話をしてみないとわからない手渡しで申請したいという方もいらっしゃいますよねそういった方には今回、登場しております移動市役所をご利用いただければと思っています。 島し部や山間部は自然豊かで美しいです。まあ、新鮮な食べ物が豊富です。まあ、といった魅力がある一方で、まあ、地理的な不便さがどうしてもあるんですが、それをカバーするためにインターネットを使った手のひら市役所や車で来てくれる移動市役所など新たな行政サービスが生まれているんですねそうですね。 えー、皆さんにご利用をしていただくことでもっと改善もできると思うんですねでできることももっと増えていかせた皆さんにご利用いただくことでもっと改善ができるものもありますそして、えー、できることが増えていったりもしますので、まあ、ぜひお使いになってみてください え今回は2月1日からスタートしました「移動市役所」をテーマにお話を聞いていきましたが茂木さん、その他市民の皆さんにお伝えしたいことがあればお願いしますえ今週末三連休の最終日25日、日曜日は瀬戸内港マルシェの開催日ですよね。リスナーの皆さんぜひマルシェの方にもお越しください。 昨年の秋に子育て世帯のご家庭へ郵送させていただきました、えー、マルシェクーポンですね、えー、子育て応援のものですこちらの方におきましての利用期限は2月の25日までなんと今回のマルシェまでとなっておりますのでまだお使いでない方ぜひお越しをくださいそして子どもたちとともに笑顔を広げてもらいたいと願っています 本日も茂木さんにお越しいただきました。茂木さんありがとうございました。ありがとうございました。